さんか？雪山は新人にはまだ早すぎるかもしれないが、冒険とは己の限界への挑戦だろう。困難や刺激のない旅に何の意味がある。凶暴なヒルチャールの強盗がいたり、膝まで埋まるほどの雪があったりしても、冒険者は決して歩みを止めてはならん。サイリス、要点を言ってくれるかい？何を言ってるんだ。会話は探検と同じ、過程が大事なんだ。要点などない。ああ、キャンプ場を強盗に奪われ、氷に覆われた雪の中で火を起こし飯を作る。雪山の旅は冒険者協会の新人たちには忘れられない経験となるだろう。ああ、そうだね。たとえ今彼らが俺のことを恨むことになったとしても、未来ではきっと俺に感謝しているだろうな。冒険はこうして受け継がれていくのだ。ああ、続けて。うわ、興味のないことに対するアルベドはやっぱり感じが悪いな。そうか？お前を見てる時のあいつは楽しそうだぞ。しかし、新人が弱すぎるのか、雪山が強すぎたのか、今回の損失はひどいものだった。何がひどかったんだ？おお、お前は久しぶりだな。いやあ、若き冒険者とその仲間よ、ここで会えて嬉しいぞ。この極寒の山がお前たちに面倒ごとを与えてなければいいが。乗り越えられることなら面倒じゃないぞ。そうだな、その自信ある言葉気に入ったぞ。わざわざ雪風の中ここに来るなんて、何か用事でもあるのか？ヒルチャールのデータを採取しに来たんだよ。彼には助手として手伝ってもらっている。なるほど、みんな理想を追い求めここに集っているのだな。計画がうまく進むことを願っている。俺は新人たちの様子を見に行く。またな。おいらなんか分かっちまったぞ。魔剣だからな。他のモンドの人には知られたくないんだろう。聞こえているよ。いいも良くないも存在しないさ。知りたいことがあるのなら全て話そう。しかし今ではない。僕にはまだやらなければならないことが残っているんでね。やらなければならないこと？それってどうせオイラたちも手伝わなきゃいけないんだろう。パイモン、君はどんどん賢くなっているようだね。何？オイラはずっと賢いぞ。この付近で怪物の新しい生息地を見つけた。異なる属性の怪物は我々に違ったデータを提供してくれるだろう。実験には根気が必要なんだよ。錬金術師にとって何事も突き通すのは基礎中の基礎だ。準備はいいかい？では行こう。気配がしない。怪物、出かけてるのか？なら、怪物が現れる前に辺りを散策しようか。それとも休憩の方がいいかな？ふん、わかった。何が聞きたいんだい？おしゃべりか？オイラも混ざりたいぞ。場所を開けてくれ。君が今回のことに対して多くの疑問を抱いていることは知っている。先ほども言った通り、全て話そう。ただ僕は君に嘘はつきたくないのでね。現段階でまだ明かせないことは省略させてもらうよ。おお、意外とさっぱりしてるやつだな。チカプラチャ。うんうん。え、頭もぞ。
違うぞ。なんでアルベドじゃなくてオイラを疑うんだ。全力こいつ、ここで何してたんだ。あ、お前ら見たか、あのヒルチャール本のようなものを持って逃げていったぞ。しまった、僕のスケッチブックだ。オイラは普通の泥棒だと思うぞ。僕のスケッチブックを盗むとは、いい度胸をしているようだ。アルベドが静かに怒っている。スケッチブックにはイラストとメモがある。必ず取り戻そう。頑張れ、遠くへ逃げないうちに盗まれたものを取り返そう。道が途切れているな。洞窟の入り口しかないぞ。足跡から推測するに、ここへ入っていったようだね。それならオイラたちも行こう。逃がすもんか。待った、この雪山の体積は尋常ではない。この中の道もおそらく想像を超える険しさだろう。感じるかい、風に混じる氷と石の匂い、そして小玉。この中の空間はとんでもなく広いだろうね。本当だ。軽率な行動は控えた方がいいだろう。でもせっかくここまで追いかけてきたんだぞ、このまま逃がしちまうのか。ああ、大切だ。だがそれでも無謀な行動は控えるべきだよ。もう一つ道がある。ただ少し苦労するだろうけどね。僕の考えが間違っていなければ、この洞窟の出口は山の反対側にあるはずだ。君も僕も飛ぶのが得意だろう。準備するんだ、一気に飛んでいこう。進める道は肉眼で見える場所だけではない。少々破けてしまったようだ。僕は先に戻って応急処理を施すよ。錬金場で会おう。アルベド、なんか慌ててたな。やっぱりスケッチブックは芸術を理解できない奴に奪われちゃいけないってことだな。アルベド、作業は順調か？まあまあだよ。いくつかのページが破られていたが、それ以外は無事だった。雪山の気温は低すぎる。特にあの洞窟付近の気温は耐え難いレベルまで達していた。その上、ヒルチャールが唾を本に垂らしていた。凍った髪があのような低温にさらされたらどうなるか考えたくもない。凍った髪って触ったら粉々になるんだろう。さすが錬金術師だな。もしスケッチブックがボロボロになってたら、アルベド絶対切れてたよな。どうしてそう思うのかな。だってお前、イラストとメモをいっぱい書いたって言ってただろ。確かに、このスケッチブックは僕が常に持ち歩いていたものだ。だがこんなもののために本気で怒ったりはしないよ。もし取り戻せなかったらまた新しく書けばいい。思ったより冷めてるんだな。そうなのかい。そうだそうだ。
そうだぞ、オイラもそれが言いたかったんだ。そうだね、書き直すのも手間がかかる。アルベドは天才だから人と考え方が違うのかもしれないな。だってお前は他のやつにできないこともできるし、知らないことも知ってるだろう。そういう人はたまに変なところで大雑把なんだ。賢い人の悪いところだな。パイモンは興味深い生物だ。おい、何でもオイラと重ねるんじゃない。では話題を変えよう。サイリスが言っていたが、雪山のヒルチャールは冒険者を襲って荷物を奪うそうだ。さっきのはきっとそのヒルチャールたちの拠点だろうね。ああ、あの一帯のヒルチャールは麓の奴らに比べてかなり強かったな。僕もそう思う。おそらくこれも竜と関連しているんだろうね。ドゥリンの亡骸の汚れた力は怪物を強化する。その上この寒さだ。雪山にはいくつもの無人区域が存在するだろう。旅人よ、剣を見せてくれないか。雪山の戦闘を経てこの剣は力を吸収し、その内へと蓄えられている。そして君の浄化の力により、竜の血に汚染された力がろ過されたようだ。これはとても面白い検証だね。オイラたちにかかれば手慣れたもんだぜ。君に浄化の力があるとは知っていたが、なるほど、これがまさに百聞は一見にしかずだ。確かに安全な武器であるとは言えない。ヒルチャールに奪われなくてよかったな。雪山のヒルチャールがもっと強くなっちゃう。ヒルチャールも危険だぞ。もしあいつらが力を得たら、きっと超いや究極ヒルチャールになるぞ。ヒルチャール悪魔人。雪ってつくと弱そうに感じるな。そういえばこの剣ならアルベドの力も吸収できるんじゃないか。ふん、試してみたいと。視線が氷のように冷たいぞ。いや気にしていないよ。とにかく君には引き続きその剣を使ってほしい。でもこんな危険な剣をオイラたちに任せて大丈夫なのか。アルベドは表情と頭の中で考えてることが全然違うからわからないぞ。違うとはどういうことだ。だがなぜ君たちにここまで託すのかについて、それは異常者同士ある種の共通認識を感じているからかもしれないね。孤独な個体、普通の人とは異なるからだ。僕と君のようなね。